大学のためにパソコンを買う予定ですが、パソコン選びで特に重視しなければいけない点は何だと思いますかまあ私ちょっと Mac のやつをちょっと理,理由があって買ったんだけど、Windows の方がいいと思う。っていうのはその対応してるソフトとかが多いから、大学でも基本的には Windows のパ,パソコンであることを前提にしてるから、Mac とかはね、なんかそもそもその USB ケーブル入んないとか、そういう様々な問題があって、独特なんだよ、ね。だから PC 上級者向けなんだよ。うん。だから、その、 普通のパソコン買ったら出るとかさ、そういうので、えー、一般的に多く使われてるパソコンだ一般的に多く使われてるパソコンはみんなが、その、や、使ってるっていう理由で、いろんなサポートもあるから、そういうパソコンを買うといいと思います。はい。なんか上級者向けのパソコン買うべきじゃないかな。MacBook Pro とかさ、なんかそういうのは買うべきじゃないかなっていうのを思いました。はい。そんな感じですね。要するに多くの人が使ってて、多くのサポートが受けられるものっていう感じですかね。